本気で探してる人もいるようでですね、そういう意味では皆さん本当初日にねこのひょうちゃん弁当は食べられてラッキーだなというところです。申し訳ございましたが、私はですね横浜コミュニティデザインラボという NPO を、12年前からやっております。そこの代表をしております杉浦と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今話している横浜経済新聞というのと、広告経済新聞という、2つのネットの新聞をやってまして、そんな絡みで横浜のいろんなこう新しいこと、面白いこと、また街の変化とかですね、そういうところをこうウォッチしてみんなにつなげていくっていうことをやってるんですが、今日横浜ではというより、全国的には知らない人はいないという横浜ウォーカーのですね編集長も来てくださってます、山本さんです。ちょっと一言、今回の企画のことに関しては、ずっとお預けもあれでしょうから、いただきますして食べ始めた後に今話していただくとして、一度ね、編集長をやっていて、江戸に行ってまた戻ってこられてたんですよね。そうですね。はい、どうぞ。横浜から山本と申します。ありがとうございます。私自身はずっと浜っ子で、未だに実家も横浜にあるん で住んでるのも横浜なんですけど、しばらく東京に行ってまして、で4月にまた2回目の横浜から編集長やれということで、4月に戻ってきたのが、横浜に呼び寄せられているような意味だなと思っています。で前回の外食の時にも杉浦さんとちょっと一緒にイベント出させていただいたりということで、ずっとつながりがありまして、で一回ご挨拶で来ましたね。そうですね、ちょっとやらせてもらった時にね、はい、でちょっとご挨拶やらせていただいて、また何かやってですねみたいなお話があったところで、今日のようなイベントの方に呼んでいただいて本当にありがとうございます。で今回まさにいつもお世話になっている清健さんと、一緒にお弁当を作らせていただいて、それが発売になった日に、こういうことができるの本当に個人的にとっても嬉しいなと思っております。本日はよろしく一緒に食べたいと思います。はい、よろしくお願いします。もう一人ゲストですね。実はここのビルの真ん前に、最近、大成ポーチっていうですね、クリエイターの、シェアスペースと、あと1階にですね8080という、レストランが入ってる、ビルができたんですね。そこの1階の、8080のオーナーの赤木さんです。よろしくお願いします。今日なんで僕いるんですか。おあ、8080ももちろんなんですけど、はい、神奈川食べる通信というですね、地元神奈川の、食材にこだわった雑誌を、今年、もう去年か、去年ですね、去年か、立ち上げて、それの編集長もやってるんですね。神奈川の、食材に関しては本当にアンテナを張って、生産者、海もあれば、野菜もあれば、畜産もあればね、そういうところとつながってるというところもあって、何より近いっていうんで、呼んだら来るかなと思ったら来てくれるという感じです。ありがとうございます。先ほどないですけど、僕は清家さんは神奈川の味わい弁当、季節ごとの、あれは毎回食べてますので詳しく語れると思います。了解します。はい、ありがとうございます。後でちょっとお話伺って、はい、それでは今日清健お二人来てくださったんですけど、実はさっきちょっと映像に登場してましたけど、ひょうちゃん、ひょうちゃんの、専属マネージャーということでですね、西村さんです。はい、よろしくお願いします。私はですね、横浜ウォーカーさんで連載が始まってたらですね、名刺にひょうちゃん専属マネージャーという文字が追加しまして、もうかれこれ1年半、2年くらい専属マネージャーやらせていただいてるんですけれども、ひょうちゃんはですね、中身に醤油が入っていて人は入ってないんですけれども、なんか専属マネージャーでいつも矢面に立たされてる気がしてすごく納得いってないんですが、今日は頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。
そしてもう一方、広報なんだっけ、広報マーケティンググループの、高井さんです。じゃあよろしくお願いします。崎陽軒広報マーケティング部の高井と申します。本日はよろしくお願いいたします。私自身横浜の出身でして、小さい頃からシューマイを食べていたり、家に氷山があったりという家庭で育ちまして、まあ絵があって氷山を今度は皆様にも知っていただくような立場に、ついておりますので、このような会を開いていただけて大変光栄に思います。本日は皆さん絵を描いて楽しんで美味しく召し上がっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ね、横浜大川さん、FM 横浜でね、番組を毎週土曜日の夜9時でしたっけ。はい、夜9時から夜9時からラジオというか、そうですよね、横浜大川ラジオってやっていて、はい、先週の土曜日、僕ね、たまたまここで仕事していて、まあ、FM よくかけてるんですけど、始まったと思ってたら高井さんが登場して、いや立派になんかこう番組をねこなしてらっしゃいましたね。聞いた方います？さすがにいないかな。いないかな。ああ、そうですね。僕は本当たまたまそういう時間はその時間はあんま聞いてないんですけど、うん、よかったなぁと。ありがとうございます。もういろいろご協力いただきながら、はい、はい、氷山のご紹介の還暦ということでしていただけて、はい、大変ありがたかったです。わかりました。じゃあ高井さん、じゃああんまり皆さん待たせてもあれなので、はい、お弁当タイムに移ろうと思うんですが、はい、まずちょっとこのゴムを取る前に表紙を見ていただいて、まあ、ちょっとご説明を一言。はい、こちら氷山弁当ということで、パッケージもイラストが中心となったかなりこう奇抜な、弊社としては奇抜なデザインになっているんですが、こちらですね、目玉として還暦記念氷山が入っておりまして、おこちら氷山というのはもともと昭和30年に誕生したシューマイの中に入っているお醤油でして、こちらが60歳の還暦を迎えたということで、今回記念のお弁当としていただいております。赤いちゃんちゃんですね、はい、そして今年の1月還暦を迎えて、8月までこちらの還暦記念氷山赤いちゃんちゃん子を着たものが入っております。でこちらの赤いちゃんちゃんこを着たひょうちゃんが必ず入っているというお弁当になっております、うん、じゃあ開けちゃう？はい、まあ、何よりもこの還暦記念ひょうちゃん大、これ、12種類でしたっけ。14種類ある。はい、ぜひ開けていただいて、まず開けてみましょう。はい、あとですね、今回掛け紙の裏の面も印刷をしておりまして、おお、結構いろいろ書いてありますよ。情報量ありますよ。はい、掛け紙の裏の面も一緒にお楽しみいただければ。おお、これ開けてみるとですね、なんとシューマイが6個入ってるんですね。素晴らしい。この6個というのは、伺ったところに言うと前代未聞と。そうですね、弊社で販売しているシューマイ弁当がシューマイ5個入りなんですが、シューマイ弁当は5個だそうです。はい、今回は氷山の還暦60歳記念ということで6個入っております。はい、あ、じゃあそして次にやることは、はい、はい、では早速、うん、お弁当の下の部分に入っている海苔の佃煮を取り出していただきまして、はい、手前のところに海苔の佃煮が入ってますね。はい、これ開ける前にもう開けてもいいでしたっけ。はい、では絵を描いていただくんですが、これね、あんまりでっかく開けるとブチュッて出ちゃうんですよ。細く開けていただくと